お座敷の特別な場で舞い継がれてきた地唄舞。演者は表情を顔に出さず、お客様に心情表現を感じていただく舞とも言われています。古典の名作雪、関西風に関東とは逆のイントネーションで呼ばれます。堀波神崎流の初代神崎秀樹はこの作品の名手でした。彼女の後を継いだ神崎隆恵、栃木県足利市を拠点に地唄舞の伝承に努めています。堀波神崎流のお家元のお稽古場にやってまいりました。もともと京阪で芸妓さんたちがお座敷で待っていた地の土地の歌に振りをつけて、そこから芸術として関東にやってまいりました。地唄舞の歴史は古く、中世に御殿舞として天皇などの代わりに神様に舞を捧げる舞手から発生したとも言われています。主演の席で舞うということと、あと、帝、位の高い方の前で舞うということで、非常に振りの少ない旋回運動の多い舞として、日本舞踊とはの点で、違いがあるのかと思います。地唄舞と言って一番メインになるのは、艶っぽい女心を歌ったものが一般的ではないのかなと思っております。地唄舞では本来お座敷に2本のろうそくを灯し、それを舞台に見立てて舞います。雪は地唄舞の傑作です。先代が非常にこよなく愛した一曲でもありまして、好きな人を忘れられない、そのしんしんと降る雪の音で、あ、もしかしたらという、本当にこう分からなくはない心情ですよね。よく先代が言ってたのは、30代には30代の雪、40代は40代、50代は50代、雪が一番多分演者によって出てくるものが違うような気がします。良い舞というか素晴らしい舞手というのは、何かこう鳥肌が立つであるとか、動かないながらもこう人をこう引きつけていけるような舞って半眼というか、あまりこうカッと見開いた目で見ずに、やはり女らしい、それでいてこう儚いような思いを表現している。稽古の時、舞手のどこを見ているのか実証実験をしてみました。実験を担当するのは慶応義塾大学の森田俊夫准教授です。名人と稽古歴の浅い方を比較します。稽古歴の浅い人は手先を追って横方向に目線が動くのに対し、名人は頭を中心に肩甲骨や膝のあたりなど縦方向に体を見ていることが分かりました。詳しくは研究成果をご覧ください。普段とは違う自分になれて、着物を着た時の所作が綺麗になると思います。今の時代ですと、多分こんな女性は地唄の中の女性はいないんだろうなとは思いますけど、内なる自分と常に向き合ってる女性が地唄の女性なんだと思うんですよね。